教えない。はい、で、スパイラルビハビオラルレインですね。これ正誤問題でよく出てくるポイントなんですけども。はい、始まりました。モテチャンネルです。さあ、いよいよ準備開始ですね。まあ最初ね、電子黒板をね、買おうと思ったんですけど、授業するにあたって。まあ大体50万から60万円ぐらいかかるっていうんで、これは初期投資としては大変だなっていうのと、あと時間がかかる、来るまでに。あとはいろんなところにですね、問い合わせしたんですけど、なんていうかね、買ってもらいたいっていう気持ちはないんですよね、向こう側に。もうなんか一企業に売るとかっていう感覚があまりないみたいで、やっぱ学校にたくさん卸すとかなんで、すごいあしらわれたんですよ。なんかそんな買うわけないみたいな感じで、問い合わせしたところ両方ともここ見てください、ここ見てくださいみたいな。で、ここ見てくださいのとこクリックしてもリンクが切れてるとかね。そんな感じだったんで、どうしようかなって思ったんですが、アドバイスをいただきましてね、いや、電子黒板を買わなくても別にテレビでできますよって言われたんですね。え、そうなんですか？そう、テレビに書き込めばいいんですよって言われて、え、テレビに書き込めんですか？そうなんだということですね。電子黒板と同じサイズのテレビだったら20万とかで買えるので、だいぶ安く済むんですよ。なんでそっちにしました。まあさすがにテレビはここに持ってこれないので、そこにね、保護用パネルっていうのをこうくっつけてね、そう、これね、パネルなんですよ。テレビにパネルをくっつける、うまくいくか全く分かんないですけど、それをつける。そしてテレビ台、重っ、40キロ、スタンドテレビ台っていうのを使えば、テレビ掛け部分40キロ、可動部分固定板が5キロ、5キロ、50キロあるんだこれ。ということで、これを使ってやれば、これ高さ調整できるやつですね。テレビがあって、これとこれがあれば、授業ができるってことですね。あとは、最近のテレビだと、Bluetooth かなんかでね、飛ばして、もうパソコンだったり iPad と繋ぐことできるんで、もうそれ使えばすぐに授業できるんで。Apple Pencil とかで iPad にこう書きながら授業もできるんですけど、まあやっぱこう書いてるところ、みんなディスプレイのところにこうやって書いてるところ見たいかなと思ったんで、ちょっとこれをね、買いました。ちょっとまあ全然わかんないんで、もしかしたらこのパネルですごい反射しちゃって無理って形になるかもしれないですが、とりあえず開けてみます。続いてこっち。はい、とりあえず完成しました。いやー、はや時間かかりましたね。もう本当に反対につけたり左右逆につけたりを4回ぐらいやりましたかね。12ステップぐらいあって、なんとかですね、できました。この iPad のもの表示されてますかね。そう、表示できるようになりました。で、カバーをかけてあるんで、書き込めるんですよ。やった。ね、iPad、なんか元々の表示だと、こういう風に収まらないんですけど、ちょんと触っただけでこうやってなったんで、すげえって思いましたね。Apple Pencil 使えるのかな？あ、書ける。書けますよね、これね。ほら、こうやってやることできるんで、消し方がわからん。どうやって消すんだろう。あらら、ページ行っちゃった。これかな、うん、あ、消せる消せる、ほら。で、こうやっていろいろと解説することもできるし、さらには、はいはいはい、斜めってんのかこれ、はい、
さらにはこっちでカバーしてありますから、ペン使うことできるんで、例えば、はい、これ成功問題ですけど、解いてみましょうか。Despite of the heavy rain。 これまあね、しょっちゅうやっちゃう人が多いんですけど、 Despite っていうのはですね、これだけでもう全知ですから、 Despite of って言っちゃいけないので、このオブを消せばそれで OK になるわけですね。これちゃんと見えてるかな。はい、どんな感じなんだろう。これは当然知ってる人いると思うんですが、 In spite of の引っ掛けですよね。 In spite of とごちゃ混ぜになって覚えちゃう人がすごく多いので、消えない、消えない。ボードに書いたら全く消えませんでした。使えないじゃんこのボードじゃ。なんでしばらくアップルペンソーでやるしかないですね、これね。なんてこったい。はい、Despite of the heavy rain ですね。これよく出てくる、成功問題でよく出てくるポイントなんですけども、これね、Despite っていうのは1個でもう全知なんですよ。Despite of っていうことはないんですね。そう。だからこの of を消してやるわけなんですね。じゃあ、どうしてこんなのが出るのかっていうと、まあ、お馴染みの方もいると思いますが、そうですね。Inspire of と Despite をごちゃ混ぜにして、Despite of っていうのが出てきちゃうんですね。これ厄介というか、まあ、よくあるやつなんですよ。なんで、Despite the heavy rain っていうふうにするか、もしくは Inspire of the heavy rain っていうふうにすればいいわけですね。Over by 500 people came toThe concert hall in the mountains. はい、これもそうですね。In the mountains って言うんですよ、これね。結構、なんでここに S ついてんの、知らんよっていう人もね、結構いたりするんですけど、知っておいてください。多分ね、この in と mountain ね、相性がいいっていうのね、知らなかったりするんですよね。At the top of the mountain みたいな形で、てっぺんみたいなね、一個の山さんあって、そのてっぺんですよみたいな時は、単数でも出てくるんですけど、こういう風に山の中でって言った場合は、複数で使うことが多いんですね。こういう山がいくつもあって、その中で、わーいみたいな感じで出てくることが結構あったりしますね。はい、知ってました、はい、これ意外とね、知られてないので注意してください。はい、で、to enjoy classical music という形ですね。こいつもめちゃめちゃよく出てきますね。クラシックミュージックじゃなくて、クラシカルミュージックだよっていうやつは、めちゃくちゃ昔からよく出題されていて、で、今でも出題されますね。こんな2020ですか、2020年になっても、いまだに出題されるポイントなので、必ず押さえておいてください。これもう本当に昔からね、自分が習ってた時もそうだし、自分の先生たちが習ってた時もそうなんですけど、ね、その頃からね、すごくよく出題されるんですね。はい、めちゃくちゃね、今ね、早く喋ってるんですけど、こういう風に喋るんですけど、下に今ね、口内ができててめちゃくちゃ痛いんですよね。なかなか普段のように喋れなくて、いたたたたたっていう風になってますね。はい。で、もう一個ね、覚えとかなきゃいけないことがあって、で、これはよく知ってる人はいるとは思うんですけど、although とか though の場合っていうのは、後ろに主語とか動詞が来なきゃいけないじゃないですか。それに対して、despite とか inspire of っていうのは前置詞ですから、後ろには名詞が来なきゃいけないよなんていうのをポイントとして出てくることがあるので、ちゃんと押さえておかなきゃいけません。はいね、知ってました。だから雨がめちゃめちゃ降ってたんだけども、500よりも多い人たちがコンサートホールに来ましたよ、山のって言ってて、クラシックミュージックを楽しみにねっていう風に言ってますね。それを鑑賞したんでしょうね。はい、といった形だったんですけども、いやまさかボードに書き込めないとは思ってもいなかったですけど、まあ、ホワイトボードマーカーで書き込めるボードっていうのも売ってたんですけど、それじゃなかったんで、ね、水性ペンとりあえず買ってみて、水性ペンで見れるか、まあ、見えなかったらやっぱりアップルペンソーって書いた方が見えましたよね。濃さが全然違ったんで、まあそれでやった方がいいかなと思いますね。あとはやっぱり1問ずつやっぱ写さないとダメですね。あれ3問写ってたらやっぱちっちゃいですよね。書き込めるスペースもすごい少ないんで、また1問ずつ表示しながらやっていくっていう感じにしようと思います。まあ、まずは正誤問題かなと思っていますが、他にもね、まあ、柔軟にやっていけますので、どんなレベルでも扱えますから、リクエストあったらぜひ言ってください。この大学のこの形式の問題とかですね、リクエストがあったらそういうのにも答えていけますので、ちょっとまず下にできてる口内炎がね、治らないと。今日歯医者さんもびっくりしてましたからね、これやばくないですか、こんなに大きいのって、ね、はい、こうやって授業は提供できると思いますので、希望あったら言ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.